水古伝水古伝108一覧表。花江花栄は中国の小説で読んだ駅所の一つである水古伝の登場人物。天音英星の生まれ変わりで、序列は両山白第九位の高官。あだ名は小利口で全館の弓の名手利口に由来する。他に銀や利種、神谷将軍とも呼ばれる。大々武家の家柄で両山白の三代目、史料。 双方の一家とは先祖代々から信仰があった。手足は長く細み、目は切れ長という美男子。妻は妻子で妹の花宝つばめは神明に嫁ぐ。息子は花宝春。両山白切手の弓の名手であり、飛んでいる狩りの頭を撃ち抜くほどである。この技を使い戦場では幾多の敵を倒し、援護射撃で仲間の危機を幾度も救っている。 また弓以外にも槍の腕も優れており、四書五経にも精通し、計略も心得ている。この万能さから両三泊の戦闘員では、唯一無敗の戦績を誇る。双行とは、昔からの親友の間柄である。不正を憎み、義に厚い交換だが、部門のでゆえか、自尊心が高く、双行と共に、親命を仲間に引き入れる際には関係を用いるなど、 冷徹な側面も見られる。青州制風斎の副長官の地位にあった花江は、武勇で周囲の山賊を威圧していたが、賄色だけで、ここの長官の地位を手に入れた流行とは当然のごとく、犬猿の中であった。そんな中、親友、総光が罪を犯し逃亡中であることを知ると、自分の館に来るよう誘い、総光を艦隊した。ところが、現象説の祭りの夜に、 宗公は、流行の妻に、山賊の狩猟として布告され、捕らえられてしまう。実は、宗公と流行の妻は偶然にも、同時期に、西風山のエンジンらに捕らえられており、宗公はエンジンに掛け合い女を解放させたが、女はこれをあだで返したのだった。これに激怒した花江は、正論を解いて、宗公の引き渡しを流行に要求するが拒否されたため、 力ずくで、倉庫を奪い、追っても弓で威嚇しを威返した。しかし、流行の関係にはまって、武漢の行進に、倉庫や、家族ともども捕らえられ、青州へ護送されるところ、エンジンらによって解放される。花江は護送隊に従軍していた流行を惨殺し、朝廷に歯向かうこととなった。その後、討伐に派遣された神明を悪辣な計略にかけて、破り、 後信ともども説得して、仲間に加え、清風祭を襲撃、家族を救出し、元凶である流行の妻を切った。そして本格的な討伐に、清風山では耐えきれないと考え、双方のつてで両山泊に交流する。右予曲折の末、双方が両山泊まり入りすると、入山の宿縁で、長外らに、自分は弓の名手であると自慢したが、花江の弓の腕前が、 半信半疑であった、長外らはそれを真に受けなかった。そのことに、彼の自尊心は傷つけられた。数日後、花江は、山菜の麓の香水で、どなたか弓矢を拝借願いたいと述べ、あそこに三番の狩りがおります。私は三番目の狩りを射止めましょうと宣言して見事に、止め、その腕前を披露した。これ以降、長外らは花江を評価し、 春秋時代の諏訪江の武将洋遊記と比較されて、上肘将軍と呼称された。その後は総合を補佐する副司令官的立場を担い、宿火総戦で敵の伏兵の合図の日下げ明かりを撃ち落としたり、強敵に苦戦する味方を弓で援護して救うなど、活躍する。108世集結後は、騎兵軍8故障厳選法師の筆頭を務める。 特にマネキアスの使者が両残迫を訪れた際は、無礼な態度に起こりこれを射殺するなどした。基準後もタトラ性伐で、敵将三人を立て続けに射殺し、放浪戦では、強敵、当玄閣を倒す、大手柄を挙げた。外戦後は、武節将軍の称号を得て、王天府の司令官に任命されるが、夢枕に、双方の死を知り、御用と共に墓へもお出る。 ここで巡視を決意した御用から、家族がいる花江に生き延びるよう勧められるが、どうせ生きていても、関心の手にかかるだけと拒否し、共に自害して果てた。ありがとうございます。